そのフロアがこの階層の真ん中あたりでしょうか。怖いのは勝つだけです。ヘリソナ、さすが。クリエミエブスなっちゃった。ドキリ城先輩の体に毒が。誰か解毒を。来い。この状況なら決めてやる。キリジョー戦隊、敵をダウンです。今なら弱点はつけます。この相手の解析を進めますか。ほとばしる。キャッ、キャッ
仕上げだ。ご指名か。準備はできている。決めてやる。行かないだと。アナロ君ダウン。ピンチです。一人で立てます。アナロ君。
て。何が言うこと。
がった。感謝する。どうする？Yeah!
るぞ。じゃあまずいなっての。どうする。油断は禁物ですよ。ペルソナ迷うな。頼む。カラネミ。やらなきゃ。来て、ペルソナ。この一手で。ペルソナ。これで立て直す。ありがとうございます。ここはくらばせん。
あと1体だ。敵を撃破。霧城先輩ナイスです。来い。行こうか。このペルソナでカーラネミ。まだまだだ。攻撃を避けました。ナイスです。これを言ってで、これでどうだ。今ならダメか。ここは決めてやる。どうする。まだ迷うな。ペルソナ。この状況ならペルソナ。はあ、まだ何が言うこと。頼む。カーラネミ。引き金をつく。出ろ、ペンタスレア。ここはキリジョン先輩、華麗な回避です。今なら来て、ペルソナ。この状況ならペルソナ。どうする。いや、使うよ。このペルソナで、ペルソナ。引き金を一切。この一手で。はあ、
くらません。新技習得だな。ご機嫌。依頼を受けて素晴らしい。それでは。ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。ペルソナの登録ですね。
上書きしてよろしいですか？登録いたしました。新たな力をお求めですか？必要な素材は揃いましたかな？こちらでよろしいですか？さて、探すといたしましょう。まだ扱いきれません。どちらにいたしますかな？よくお考えになるとよろしい。こちらでよろしいですか？こちらのペルソナですね。さて、探すといたし、こちらのペルソナですね。特別なペルソナをご所望ですな。どうぞご覧ください。そのペルソナが気になりますか？未知のペルソナでございます。受けたまわりました。私も役立って探すといたしましょう。どうぞご覧ください。ゆっくり閲覧ください。おやめになりますか？またのおこ、
いらっしゃ。ああ。装備を作るいい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。それでいいか。ほら、持っていきな。あた、あ、選ぶ気になったの。ほら、持っていきな。さて、どうしようか。さて、どうしようか。さて、どうしようか。さあ、見ていきな。それ、今夜は気は済んだ。またのお越しを。何を持ってきた。まとめ、わかった。引き取ろう。いいんだ。引き受けた。そう、わかった。引き取ろう。そう、わかった。引き取ろう。いい、わかった。引き取ろう。いいんだ。引き受けた。どれだ。いい、わかった。引き取ろう。わかった。いい、そ、ああ、引き受けた。どうする。役に立ちそうなのを仕入れておいた。じっくり見て選ぶといい。間違いないか。分かった。今日はいつもより安くしてやる。ゆっくり見ていけ。ほい、分かった。持っていけ。
何を探してる？ゆっくり見ていけ。辛いことが続くな。ん？ああ、わかった。ゆっくり見ていけ。ほい、わかった。持っていけ。何を探してる？間違え、わかった。持っていけ。ゆっくり見ていけ。また、わかった。ん？もういいのか？じゃあな。何を持ってきた？いい、ああ、引き受け、いく、いい、ああ、いく、いい、わかった、いくつだ、わかった、いく、そ、わかった、いくつ、そ、ああ、引き受けた、いく、わかった、引き取ろう。いくつ、ああ、引き受けた、いくつ売るん？そ、わかった。引き取ろう。用は済んだのか？また来い。あのさ、その、僕葉隠れにでも行こっか。弟と僕ね、二卵性の双子だったの。だから全然似てない。弟の方がイケてた。末光のブサイクな方って言われて、いつも兄弟で比べられて勝てなくて。弟をさ、よく意味もなくぶってたんだ。でもあいつ、中二の時に一緒に買った肉まんを食べて死んじゃった。食中毒で。弟が食べた方の肉まんだけが豚肉の加熱不足だったんだって。僕ね、その時泣けなかったんだ。ありがとう。でも分かってる。僕はひどい兄さんさ。弟の分までね、頑張ってた頃もあったんだ。英語の通信講座受けたり、空手習ったり。でもね、弟ならもっとうまくやれたろうなって考えたら、その周りに笑われてる気がして、食べてる時だけが安心できるんだ。目の前に集中して周りの声が聞こえなくなるね。これがグルメキングの正体さ。
コンプレックスの塊で食べることに逃げてて、こんなんじゃ一生かかっても弟の代わりになんてなれやしないよね。僕の代わり、代わりはいない？そうなのかな。そっか、君の言う通りだ。僕は弟になれない、別の人間なんだもん。こんな簡単なことに気づけなくて今までの僕ってば、なんだよ。ありがとう、本当にありがとう。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに月の力がその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え、月の究極なる力汝がうちに満たされんことを。ああ、突然だけどね、チミグルメキングの SP 解任クビだ。だってグルメキングになるんだから、今日が二代目グルメキングの襲名披露だ。何も知らない商店街の皆さんがくれたんだ。僕の食べっぷりに惚れたんだって。今までの僕は偽物だから決めたんだ、本当のグルメキングになる。フードライターっての？食べることを仕事にしてさ、極めるよ、食を。いつか死んで天国で弟に会えたら言うんだ、僕は世の中のうまいものを食べ尽くした、兄ちゃんすごいだろうってね。それ僕が本当のグルメキングになれるまで貸しといてあげる。失脚しちゃったけどさ、三代目は僕だ、返り咲いてみせるよ、鮮やかにさ。約束するよ、チミと弟に。あれ、弟の話をしても平気だ、気持ち悪くならないしお腹も空かない。っていうか、葉隠れのラーメンってこんなに美味しかったんだね。